終わりだなんて。さあ、田辺さんが糸キングのドラキングを買ってくれました。しかも生ドラキング、やったー。これは期間限定ですね。今しか食べれない。はい、この時期しか食べられない。この時期しか食べれない。いや、ここまだにいつも言われてたの。やったよー、やったよー。いただきましょう。いただきます。いただきます。これ好きなのよ、私ね。松本さんに教えてもらって、教えてもらって、この間杏仁っていうのもあって杏仁も食べちゃった。へえ。でもこの間杏仁とさ、うん、まあ、ここで売ってるわらび餅、うん、ね、うん、みなちゃん、ごめん、何、わらび餅あと一人じゃわらび食べきれないよと思って杏仁にしちゃったんだけど、うん、で今日あのわらびも買っちゃおうかなと思って、杏仁いるからね、うん、したらわらびはもうちょうどこの生と入れ替わりで終わりました。あららら、やっぱね、欲しい時に手に入れないとダメね。ダメね、ほんとそう。まあ、生のドラキング手に入れたということで、乾杯。乾杯。うん。うん。うまい。うまいね。うん。何なんでしょう、これ。何なんでしょう。すごいね。うん。いちご。うん。果汁。うん。ああ。お茶いいよ。うん、なんかミルク感、あ、練乳入ってんのね。うん、おいしい。この練乳のミルク感がいい。うまいね。うまい、おいしいね。これすごい。飲み物は、ある、生クリームにもた、うん、いちごね、うん、感じるよね。感じる。うん、あー、生うまい。もういちごおいしいね。うん、いちご狩り行ったけどさ、福岡でも、うん、また行きたいね。行きたいね。春やね、春。うん、うまい。うん、ペロリだよ、これ。ペロリ。お腹いっぱいだったのが嘘みたい。うん、福岡、いや、またさ、うん、除水やんの、うん、今年、今、栗だった。あ、いいじゃない、田辺さんに聞いたね、栗と思って。うん、でもね、栗も食べたいけど、本当季節を感じれるよね。うん、でも栗ももう終わっちゃうんじゃない？終わっちゃう、そう。だから除水や、釣り福岡行った時また変わっててさ、うん、は、栗食べればよかったって絶対思うんだろうなって思いながら今日帰ってきた。うん、美味しかった。もっとさ、上品にゆっくり食べたかったのに、ペロリだったね。うますぎて止めらんなかった。私も上品に食べたかったんだけど、はい、一気に食べちゃった。うまい、美味しい。美味しいね。あ、ちょっとあんたもお腹いっぱいだよね。何が？もうね。まだあんの？ん？何があんの？いや、でもあんたもお腹いっぱいだよ。まだ何があんの？え？何があんの？まあまあまあ。え？まあ、え？え、何？えって。ああ。買ったじゃん。一個ちょうだい。こちらも糸キングさん。アマウオイチゴのゴロゴロ割れチョコマシュマロ入り。何それ。これすごいよ。何グラム？430g で3000円ぐらいかな。どうなんだろう。
1個がかなりでかい、これ1個がかなりでかい、1個かなりでかい、1個がかなりでかい、ベーベー、茶色なんだ、茶色、食べれるあんたこれ、うん、1個がかなりでかい、かなり、うわこれ私のめっちゃでかい、これ、マシュマロ、うわうま、うわいちご贅沢、すごいよね、甘酸っぱい、え、うま、うまいよ、うまい、うん、あっち見ていいな怖いから、そんなずっと見られると、うまい、うまい、こっち見ないで、うまい、うまい、なるほどね、何が、何も分かってないでしょ、え、何も分かってないでしょ、分かってる、何が分かったの今、なるほどね、うん、やっぱさ、いちごのフリーズドライが、うん、いっぱい入っててさ、うん、だからちょっと一瞬ねお高めかなと思ったの、うん、でもね納得の値段ですね、確かに贅沢です、こんだけいちご盛りだくさんだったね、どかくによって何個入ってたんだろう、え、すごいよね、うん、これはいいや、おいしい、おいしいよ、うん、他にもね、あら遠い目してテレビ見てテレビ見て、本当に、いやー、そうだね、コスタリカ戦ですね、サッカーさ、うん、今度さ、本当、うん、本当丸山さんと本並さんに教えてほしいよね、贅沢だな、贅沢だよ、贅沢だね、私でもラビットでさ、まあ、うん、本並さんが時々さ昔のサッカーの名刺見せてくれるじゃない、うんうん、それ好きよ、わかる、うん、やっぱさ私たちじゃわかんないじゃん、うん、なんか私の周り結構サッカー好きな人が多くて、うん、本当同期のちょっと一番仲いい水鳥の榎本さんという方がいるんですけども、その子がもうサッカーが大好きでね、うん、もうフランスまで試合見に行ったりとか、多趣味だし行動力ありますよね、あるよね、海外まで行って、うん、でもうずっと家遊び行くとずっとサッカーついてて、うん、でさあなんかここがすごいこの技がすごいとかさ、うん、全部言ってくれんのよ、うん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 、なんかサッカー、ね、そう、あの深夜にサッカーのさ矢部さんがやってるやつとかも、うんうん、いやめっちゃ美味しいね、あ、そう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 、うんうん、それ見てでやっぱみんなうまいとかやってんの、でも私何がうまいのか分かんなくて、うんうんうん、でそのスロー再生する時とかも、うん、こうでこうでってこんなことすごいんだよみたいな風に説明聞くと、ああなるほどねって思うのよ、うん、見ただけじゃ目じゃやっぱ素人にはね分かんないよね、分かんない、だから本当サッカー本当はね、でもサッカー私好きになる要素あったんだけどね、うん、あのたまたま読売新聞でさ、うん、親が応募したのサッカーのその最初のあれ J リーグ開幕、うーん、見に行くのやつ、そう見に行くやつがなんと家族当たりましてね、うん、はい、生で見たのよ、うん、どうだった、すごかった、もうブーって音もすごかったし、うんうんうん、でも私もほら大分トリニータ行ったじゃない、うん、あれの時にやっぱり生で見た時すごいよね、やっぱり、うん、ルールがそこまで分かってなくても、うん、やっぱゴール入った時の歓喜はさ、うんうん、すごいし、うん、そのああもうちょっとで入ったのにとかさ、うん、何にも知らないやつなくせに、うん、なんかやっぱりその場にいるとさ
すごい盛り上がるよ、ね、盛り上がる、めちゃめちゃ応援するし、うんうん、なんかさ何かをさめっちゃ熱中して応援する時間ってさ、うん、意外と自分の人生の中でないからさ、うん、あスポーツってすごいなって思ってて、わかる、うん、ほら私はさあんまりこう推しとかがないじゃない、うん、田辺さんほどさ、うん、だからそれこそなんかあお互いじゃないけどさ、そういうあんまりこう売れてなかった頃から応援して売れてったみたいなのをやったことないの、うんうん、自分的にね、うん、でだからなんて言うんだろう、その熱さみたいなのを持って押したことないから、それでもスポーツとかを実際テレビで見てるとやっぱりルールわかんないからどうなるんだろうとか一人だと思っちゃうんだけど、こう見に行くとさなんかその熱さみたいな、うん、もう今初めて出会ったのに、うん、頑張れって思える時間って、あ人を応援する時間ってめっちゃいいなって思う、うん、確かに ね、そりゃ押したら人生潤うわなって思うわ、うんうん、ね、わかる。だってなんか自分で出した結果ってさ、なんか自分で喜ぶけどさ、なんかもう通過点みたいな感じになっちゃうじゃない、どうしても一個一個褒めてやりたいんだけど、なんかそうもいかないじゃない、結局もう日々さ流れていくから。だけど人が出した結果ってさ、やっぱ思いっきり喜んだ、もう手放しでさ、うん、何にも考えずすごいねって言えるからさ、いいよね、うん、確かに素敵だわな、うん、バズってたじゃない、推しのなんかツイート。確かにね、あそうそうなのよ、あれさすごいすごいの、うん、あれ、うん、私すごいよあれ、すごいよ、初めて32万ぐらいいいね、あらすごいじゃん、本当にさ、うん、なんて推し疲れっていうワードがトレンドに入ってて、うん、でなんだろうと思ってパーって見た時にちょっと思うことがあったのよ、うんうんうん、私もね、うん、だからついついというか、でもさなんかなんて言うんだろうな、知識が浅いことを、うん、あすごいことも大事なんだけど、浅いからといってで好きじゃないってなるのはそうで、でもさ好きを仕事にしてしまったらまた難しいところではあるよね。田辺さんって大変だなってよくさ話してんの、うん、私も友達とさ、うん、いやなんかさ、うん、いや楽しいじゃないこの仕事、うん、田辺さんも楽しんでんのめっちゃ伝わるしさ、それがほら田辺さんのこと好きな人も好きなんだろうけど、うん、やっぱりさでもその反面苦しいだろうなとも思うのよ、うん、だってそのきっと発信していくことは楽しいし、うん、みんなが見てる田辺さんは楽しさ 100% の田辺さんなんだけど、その楽しさ 100% で仕事する間のね、うん、このそこまでの打ち合わせだったり、うん、仕事選びだったりとか、そういうさ来る仕事全部受けてるわけじゃないじゃない、うん、この仕事は私が楽しいとか、うん、私が推してるものとは違うよって、うん、跳ねのけなきゃいけないこともあると。だからここで自分のさ気持ち、自分のスタンス、うん、自分の誇りこだわりをさ伝えるのってさ全部が気持ちいいものじゃないじゃない、うん、苦しか本当に自分が正しいのかの自問自答とさ、いやそうあれで否定されることもあるじゃない、うん、それを言ったことで、うん、じゃあ好きじゃないんですか、うん、とか言われたりするじゃない、うん、じゃあ私好きじゃない、好きだと思って信じて楽しかったものが、うんうんうん、たった一言で全てなくなってしまいそうになったり、うん、なんなら多分好きだったけど嫌いになってしまったものももしかしたらあるんじゃないかって思うのよ見てて、うんうんうん、だから推しをなんか田辺さんが何かをしてる姿が好きっていう人もたくさんいて楽しそうでいいなってきっと思ってると思うけど、でそれも間違いじゃないんだけど、その裏でねすごいなと思う。だからそれはさ私は経験したことがないからよりすごいなと思う。いやそうなのよ、オタクって難しくてさ、うん、イエーイ
屋ってさ騒ぐだけじゃない、なんうん、わかるわかる、そう本当に静かに楽しむ場合もあるもんね、うん、だから静かに楽しみたいけどオタクイコール騒ぐみたいな、まあね、オタゲーみたいなね、うん、まあ、そういうのも好きな人もいるしそういう場もあるし、うん、そうだけどきっと時と場合もあるんだよね、うん、なんか TPO みたいな、そう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 、とかそういうオタクで出てしまうとどうしてもね、グッズはたくさん持ってますかとかさ、うんうんうん、昔から好きなら持ってますよねってさ、いや持ってないよ、ね、ってなってさ、それがまあテレビじゃなくてもどんな仕事でもやっぱり好きっていうのを仕事にすると、うん、そういうなんて証拠じゃないけど、そう、そういうのが求められちゃうのかな、そう証拠がね求められるから、あれ私好きじゃないのってなって、証拠がないからね、そう私が、まあ、冤罪みたいなもんよね。そう。要は、あ、うん、そうか、え、証拠、逆に、うん、え、証拠揃ってんの？いや、そう。え、じゃあ犯人、私が知らないうちにやったんかなみたいな。うん、うん、逆冤罪みたいな。そう、本当にね、その感じなんだよね。あ、好きっていう気持ちだけじゃ証明できないんだ。好きを。多分そうだったんだろうね、もともと。うん。だけど、やっぱり、田辺さんだったり、その田辺さんじゃない人たち、最近さ、そういう、うん、やっぱ、田辺さんのあのツイートが反響があったってことは、うん、そうだよねっていう人がたくさんいるわけじゃない、うん、でそれが多分田辺さんと同じ立場のその伝える側の人でもきっとたくさんいたから、うん、あだからあそうなんだなっていうさ、うん、多分変わりつつある中のこれ今境目なのかもね、うん、いや本当でももちろんねその古くからのファンの方々はすごいと思うよ、だってもうグッズ持ってる人を否定してるわけじゃないもんね、そう持ってるのもその保管するのもまず素晴らしくてさ、うん、結構私は古参っていうのはあんまりないの、流行り出してから騒ぐタイプだから、うん、本当に流行ってから乗っかっちゃうからさ、うん、本当ミーハーな典型的なやつだから、まあ、ミーハーってさ、うん、悪い意味で使わないでほしいよね、いやそう、うん、そう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 、でも本当にねミーハーだからこそ、うん、その古くから支えてくれるファンの方々、うん、ね、うん、だってもうその人たちがいたからその今私はそのものに出会えたわけよ、うんうん、だからその古参の人たちにも本当にリスペクトしてるしさ、うんうんうん、でやっぱグッズを大事に扱えるっていう時点でまずすごいのよ、うん、飾ったりとかそういう、うん、そういうゾーンに時間をかける、リスペクトが強いよね、うん、だからそういうのももちろんあってね、そうよね、だからそのすごい平気で言うじゃない持ってますかみたいな、うん、でもあのグッズ持ってる人たちはすごいんだよまずそうそうそうっていうのが 前提前提で、ね、前提で、で持ってないからってでも好きじゃない、私の好きは間違いないよ 100% 嘘じゃないですよってことで、うんうんうん、あんたの求めてる好きがどれぐらいのことか知らないけど、うん、私は私の 100% で好きだからっていうね、うん、そう各々でいいじゃんね比べてさ、うん、あと10年間ずっと仕事なかったからほぼ、うん、その生活も本当にしんどかった、うん、まあそれはね、うん、なんか結構さパッと出てきたイメージがあるじゃん、下積みがなく、そうね、ぼる塾になってからすぐだったからね、うん、なんか別に苦労してますっていうのを声を大にして言うわけじゃないけどさ、うん、いかに電車賃をさ、うん、ちょっと一人歩いたりとかさ、そうとかあと一日券と普通に買うのどっちが得かなとかね、うん、でほんとコスパいいパン買うとかね、うん、あそうだよね、だから田辺さんはその時も美味しいものを食べたい人だったからね、そう上手にやってたんだね、うん、だから美味しいパン屋さんのフレンチトーストと美味しいパン屋さんのウインナーのパン2個買うと700円かとかさ、うん、私はもうカップラーメンとおにぎりっていうのをずっとやってて、うん、もう体に悪いよ体に悪いでもそれが一番お腹たまるからさ、あとさ薬局のさ80円ぐらいで売ってるあの焼きそば、あーはいはいはい、あれね、ごつ盛りね、あごつ盛りさ、うん、ごつ盛り、ごつ盛り、ごつ盛り、私塩焼きそばのが好きなんだよ、あ私も塩ね、だから同期の家行くとみんなもうあのごつ盛りのカップもう56買ったよ、うん、で安いからみんなで買いだめしとこうとか言ってさ、そうだあれをさ私ごつ盛りをさちょっと麺をさもうつくんじゃん、そしたらもう、うん、ある程度もう皿に盛っちゃうわけ、うん、でそこにもうレモンかけてさ、え食べてて、うん、でその後にさちょっと具材が残るじゃない、うん、それとさ卵炒めてそれでチャーハンにするのめっちゃうまいじゃない、あすごい、だから私おなもうその時やっぱ今以上に若かったから、うん、もう食欲がすごいわけ、うん、もうとにかくお腹いっぱいになんなくて、でお金もないし
でももうお腹いっぱいじゃないと生きていけないのよ。わかる。ずっと太って生きてきたからさ、うん、だからどうにかお腹いっぱいにしたいと思ってそういうのやってたね。うん、うん、うまいよ。確かに。ちょっとごま油とね、ちょっとうまそうだな、うん、ごっつ盛りの塩にレモンかけるのも好きだ。まあ私酸っぱいのが好きだからさ、うん、多分これはあの好きな人嫌いな人いると思うけど、でも塩とレモンうまそう、うん、いやでもそうだよな。まあね、誰、まあみんなそうだね、うん、そう普通になんていうの、もう大人はもう全員そうじゃない、うん、苦労してないって、多分例えばじゃあ早くめっちゃ早く1年目で売れるとすんじゃん、うん、1年目で売れたとしてもその人にとって苦労あるしね。あるね、うん、1年目で売れちゃったら何にも分かんないよ。そうだよね、よくさ、まあ分かんない、私たちは1年目で売れてないからその人たちの気持ちは分かんないけどさ、うんうん、大変だと思うよ。大変だと思う、うん、怖い。みんなしてるよね、うん。であと私本当劇場にさ坂寄さんが戻ってきてさ、うん、いやすごい良かったなって思うことが、もちろん4人で立てるっていうこともそうなんだけど、うん、ネタ終わった後の時間ね、うん、あそこがね、あこんな、そうあれやっぱいいなって、いいなって思うというか、うん、あのアンリと坂寄さんにとって良かったなって思ってるネタ終わり、うん、今まで見たことない坂寄さんとアンリの顔を見てる今まではさ、うん、やっぱネタ終わりってネタどうするかってこう改善をね、うん、やっぱネタ作りの人って考えると思うの、あそここうしたらウケたなとか多分さ、うん、でもそれをさ感じれる人と感じれない人がいてね、うん、だいたいコンビのどっちかは感じるけどどっちかは感じないわけじゃん、うん、2人とも感じるってあんまないと思うの、うん、私の中ではね、わかんないよ、うん、だけどだから思った人が一方的に伝えて、うん、ね、うん、でこっちはもうただ受け取るだけ、うんうんうん、受け取るだけというか、ああそうだねって、うんうんうん、でも坂寄さんとアンディ見てるとさ、うん、お互いね、うん、理解し合ってる、うんうんうん、あそこはでしたね、ああそうだねってなんかお互いの価値観がね、そう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 、確かにネタへの価値観は同じかもしれない、うん、うん、でなんかさ、やっぱり3人でだけ劇場出てた時は、うん、まあじゃあこの言い方良くないんじゃないかなって時に、どうしてもちょっと自信もないのよ、うん、でもこっちが自信持たないと春ちゃんと田辺さんは次やれないじゃんそうねってなるのよ、うん、そうなのよ、だけどこっちからしたらプレッシャーもあんのよ、いや本当そうだと、本当にそれで100受けるのかって分かんないし、うん、そうだから本当は柔らかくね、別に2人も、うん、プレッシャーをこっちにかけてきてるわけじゃなくて、私が勝手に感じ取るプレッシャーで、うん、しんどいのよ、うん、いやわかるよ、どうしてもね、うん、あきっと自分なりに見つけた言い方なんだけど、うん、こっちのがいいなっていうのが思い浮かんじゃった時にそっちが正解かもわからないけど、うん、でもネタのためには言った方がいいっていう時、うん、心は痛むわけ、うんうん、だけど良くなればいいなって思うことだから言うわけ、うんうんうん、で2人も分かってくれるんだけど、でもどうしてもしんどいのよ、うん、気持ちがね、うん、あでそれで受けなかった時もあるわけだから、そうだよ、ね、あさっきの言い方に戻してってなる時もあるからさ、うん、しかもさそれでさ言った方だからさごめんねって言わなきゃいけないじゃん、まあね思ってるしね本当に、うん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 、あっちの方が良かったねごめんってそんなさ謝らせたいわけではないのにさ、うんうん、だお互い気遣い合っちゃうね、うん、その田辺さん春ちゃんも私もでもそうだけど坂上さんと私だったらそう分かるね、いや、うん、この間さ思った時にさあーって思ったこと一回あってさそのイベント出る時にさあこの言い方いいねってアンディがさ全部明日はこれでネタやろうって10分ネタかな、うん、やろうってなった時にさ次の日さあれどうなったんだっけってなってさ、うんうんうん、そう私が忘れちゃったのよね、いやでも私とはるちゃんも聞いてるのに忘れてんのよ、うん、だからさ本当さ3人とも忘れてるいや本当さあん時マジねあ申し訳ないなってだってあん時ねちゃんと聞いてる時は理解してたんで、うん、あでそれめっちゃいいねって、うん、ちゃんと話聞いてたのに、うん、でもこの時にどっかで聞いても、まあ、また明日アンギが言ってくれるだろうってちょっと思っちゃってる部分があるね、うん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 、まあ役割もあるしね、うんうん、でもだから坂寄さんといる時にまあそうですよねとかだから例えばじゃあはるちゃんの言い方これでいいのかなって
なった時に自分だけの意見だとね、でもなって思う時あの、ただ2人おかしいと思ったらやっぱおかしいじゃん、うん、そうだね、だからできるわけよ、うん、で何より坂入さんの言い方って柔らかいから、うん、坂入さんが言ってくるとものすごく助かる。ああ私も柔らかく伝えたいんだけど、うん、どうしてもやっぱりあるじゃない自分の口調が。ああで関係性もあるじゃない、はるちゃんと私幼馴染で、ああやっぱり幼馴染にダメ出しされるって嫌だと思うの、ね、私も嫌だし、はるちゃんにダメ出しされるのめっちゃ嫌だし、ああで私からもそうだと思うので、だからはる、そうだから坂入、はるちゃんには坂入さん伝えた方がいいしとかさ、なんかそういうのがあるから、なんかいい方向に向かっていくときに厄介なものが取れるというか、うんうん、迷いがなくなる、うん、で2人が話し合ってたらさ、その2人もさ、うん、あこの2人の話し合いで出たんだったらそうかって納得できるじゃない、うんうんうん、なんかね、本当神保町の寄席出てさ、2人が終わるたんびにさ、こここうしてみよう、うん、こうしてみようってさ、うわ話早っと思って確かに早い、多分同じ感じだもんね、うん、そうよね、うん、これがもしさ価値観違ってたら超怖いよね、バチバチにさ、 だからあってよかったよね、だから私はさネタ作り嫌いだからさ、うん、その一人で書くことまずできないのよ、うん、でも坂入さんってさ、きっと苦しいこともあるけど、基本好きか嫌いかで言ったら好きな方だと思うよね、いやそうだと思う、勝手にそう、私もそう思ってる、うん、いやしんどいと思うよ、楽じゃないよ、うん、楽って言いたいんじゃなくて、いやもちろんね、好きと嫌い、私は嫌いなの、うん、ネタ書くの、うん、そんな好きじゃない、うん、別に書かなくていいって言われるんだったら書かないぐらい、うんうん、で私は昔からそうだけど新ネタライブとかがないと書かないタイプだった、うん、その常日頃から書いてますってタイプじゃなくて、うん、あ新ネタライブあるから書かなきゃ、うん、とかなんかそういうノルマがないと書かない、うん、やっと書き始めるみたいなタイプだったの、坂寄さんはねもうずっと先のこと考えてるでしょ、ここにまず新ネタライブがあって、うん、でもまた何週間後に新ネタライブがあるから、うん、この分も作っちゃおうとか、うん、だから私は新ネタライブがないとやんないし、そうでだからでなんか私も一個一個器用なタイプじゃないからさ、その新ネタがあってその新ネタ直さなきゃいけないけど、でもこのアリネタもどんどんレベルは完璧にしなきゃいけないし、でもう一回新ネタも作らなきゃいけないしっていう状況になるともうわけわかんなくなるの、でも結局目の前の新ネタやるしかないからここができないみたいな風になるのがやっぱりそのぼる塾として良くなかったから、うん、話し合いになったじゃない、そうそうそう、だからその坂寄さんがいなきゃきっとそのみんなが理想とするぼる塾のネタへの向き合い方ってできてなかったと思う、そうだね、私だけだったら、だから良かったなって思う、うんうん、だから今はさネタ作り降りてはるちゃんと坂寄さんがやってくれてるわけじゃない、そうで、だからで自分ができる時に私はネタ案を思いついたらその坂寄さんに協力してもらって、うん、これから一本仕上げようかって話してるんだけど、なんかあもううまいことできたグループだなというかさ、うんうん、いやなんか本当やっぱ坂寄さんがね戻ってきて本当いい方向にね、いや多分そのはるちゃんってやっぱり向上心高いじゃない、うん、そのネタへの、うん、だけどやっぱりネタ書けないじゃない、うん、そもそも、うん、書いたことがなかったから、ね、コンビ時代からそのはるちゃんができないって言ってんじゃなくて、うん、その書いたことがないから、うん、それはできないに決まってるじゃない、だけどさモヤモヤきっとしてたと思う、うん、私のペースに、うん、そのでも私は私でこういうことしかできないからもう私しか書ける人がいなかったから私のやり方貫いてきたんだけど、うん、でも坂寄さんができるからそのはるちゃんに合ったやり方でやってる人がいるからそこに乗っかってさ、で自分もネタ書いてみるっていう挑戦が今できてるわけだから、あすごい良かったなと思って、うん、全員にとって、いや良かった、うん、良かったよね、本当良かった、うん、なんかだからよく本当にできてるなというか、うん、ね、良かった、やっぱネタ終わりさ、やっぱ私もしダメだったところがあってもさ、うんしか言えないのよ、うん、そうね、やっぱなんかね田辺さんとはるちゃんはね本当いい意味でも悪い意味でも怒られ慣れちゃってんだよね、だからその怒ってないのに私の言い方が悪いのかもしれないけどすごい怒られてる顔がすごい上手なのよいやこれはもう多分そう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 、だから怒られてます反省してますっていう顔がもう私が あのさっきさってもうさっきさでってなってんの、
そうそうそう。でもそれは多分坂寄さんも一緒だと思う。坂寄さんがなんかネタのことに喋り出した時も二人ともって聞いてるから、でもそれを見た時に、あ、私だけじゃないんだって思ったの。あ、この二人はもうそうなんだって理解。私は三人でいる時は、あ、また私強かったかなとか、普通に優しく言ってるつもりなんだけどダメだなとか思ってたの。いや、だけど坂寄さんが、あのさ、さっきのネタなんだけどって言った時も、って顔してた時、あ、この二人がそうなんだっていう理解できたの。そうそう。あのね、なんていうの、私は怒られてるっていう感覚よりも、怒られてるっていうか、私うまくできなかったなの反省の顔だね。そう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 。でもうまくできなかったなって言いたいんじゃないの、ね、こっちは、うん、もっとこっちの方が良くなるんじゃないっていう言い方をしたいんだけど、難しいよねそれも。そう、だから私、田辺さんマジで上手なの。はるちゃんはまだね、なんていうの、なんていうの、なんかあれ怒ってんのかなっていう感じなの。だからこっちも、え、怒ってる、確かに確かになるんだけど、うん、田辺さんの場合は、あ、落ち込んだ、大丈夫、ごめん、言い過ぎたみたいな。いや、もう本当にこうやってうまく私は前からね、うん、もうバイトの時から、あ、そうなんだ。バイトの3人で正直ネタをやってる時はそこがしんどかったね。だからこっちは怒ってるかもしれないし、うん、こっちは悲しんでるかもしれないから、もう どうしたって思ってたけど、だけどやっぱでも坂上さんがその劇場戻ってきてくれて、うん、良くなったね。いや、そう、私も本当昨日さ、2人が悪いわけじゃないけどね。いや、分かった。2人はだって言われる立場だから、そりゃその顔になるわなっていう、うん、だってそれでさ、へへって笑ってるの違うよ。笑わなきゃいかないもんね。そうだよ、そうだよ、ね、真剣に聞いてるよっていう顔だよ。真剣に聞いてるっていう顔がたまたま怒ってるように泣いてるように見えちゃうだけで、だからでも坂上さんが言ってる時に冷静に2人の顔見た時にまだその顔してたから、あ、もうこの二人の聞く顔がそうなんだって、だって気づけたから笑えたわけ、うん、だってその時の顔むずくない？むずいよね、うん、だってさ、ね、ふざけるわけに自分の関わってることだよ。そうだよね、しかも自分の言い方をね言われてるわけだから、そりゃこっちはダメだと言ってるつもりはなくても、うん、そりゃなるわね。だからそうかっていう顔する本当このね二人が言われてる顔マジ見てほしいよ、うん、今度もカメラ回してほしいよ。はるちゃんは、はるちゃんも怒ってる？あ、わかる。あ、怒ってんのかなと私も思うもん。で、田辺さんは何も泣きそうな顔すんの。あ、ごめんごめんごめん。いや、真剣に聞いてるからだよね。そうでしょ、難しいよね。あ、よかったよ、マジで。戻ってきてくれて、本当感謝だよね。本当だよ。いやー、でもこっからですからね。いや、本当そうよね。うん、だからぜひまた4人のね、ボール族のネタもね。確かに、神保町の寄席にね。うん、ぜひ見に来ていただければと思いますよ。神保町へお願いします。はい、神保町はね、いいよ。なんで神保町のドンみたいな下っ端だよ一番。いや本当だよ、本当早く湯かけ。いやだよ神保町の。いやでもさ、みんなさすごいよね。あ、なんかまた話を振り出しに戻っちゃったけどなんでだよ。いや振り出しかよ。いや振り出しじゃないんだけどさ、みんなさ後輩だけど堂々としてるよね。わかる、うん、なんか私の方が肩見せまいもん。そんなことないよ。いや、肩見せまいよ。寝てんじゃねえかよ。いや、なんか寝てないは嘘だよね。寝てはいるけど。でしょ、肩見せまい人寝ないよ。え、でもちょっと肩見せまいよ。いや、いい子ぶんなって。ほんとだよ。ぶりっこすんなって。ぐわーって寝てんじゃん。違うよ。たまに居場所ないなって。なるわ、バカ。一番幅取ってるわ。いいように言うな、自分のこと。後輩気使ってるわ。気づいたね。やだ。気使ってるよ、そら先輩に対する。堂々とはしてるけど、居場所がないわ、嘘だわ。ボル塾が一番幅取ってると思うよ。楽屋の中で。物理的に。そうだよ。まあ、はる、まあ、でも、はるちゃんも、はるちゃんは座ってたり立ってたりするけど、私とさ、田辺さんはさ、基本寝転がってるから幅取ってるよ。マジで神保町からクレーム来るよ。居場所ないとか言ったら。あんだけ撮ってんのに。え、なんかさ、居場所がないっていうのは場所的なもんじゃないよ、でも。え？心？心的な。あるよ。田辺さんって言われてんじゃん。ないの？本当に？よく考えてみ。いつ居場所がなかったの？なんか結構さ。自分でお菓子配り歩いてさ。うん、言いたいだけでしょ、居場所がないって。うん、ちょっとね。たまにあるよね。かまってほしいんだ。神保町では確実に居場所あるよ。ある？うん。
なんかどうしてもさ、うん、ほら、あ、同期がいないからかな。あ、同期が欲しいってこと、うん、なるほどね。同期がいない寂しさね、うん、あ、それはあるんじゃない。そう、やっぱ無限大行くとさ、同期いたりするじゃん、うん、あ、確かにね。それは18期さんならではかもね、うん、あ、そういうことね。そう、うん、居場所はあるよ、うん、同期がいない寂しさね、うん、あ、それはあんのかもね。あるよ、だってアギとかはさ、うん、同期いるじゃない。いるいるいる。やっぱ早友とかと会った時にさ、うん、ブラゴーリもそうだし。そうだよ、うん、その時さ楽しそうだなと思ってさ、うん、でも私もアギの後ろくっついてさ、早友とかのいる時にさ後ろにいたけど、アギが急にいなくなった時、やべえ私ここに行っちゃってどうしようってなってさ。早友の時、うん、あとみんながさいる時。早友の時、私より早友と喋ってるよ。うん、早友は喋れんのでしょ、うん、いいじゃない。じゃあそうなんだけどさ、うん、ずっと居座っててもさあれかなと思って。いや、ずっと喋ってたじゃん早友と。あ、私トイレから戻ってきてまだ喋る居場所あったわ。うん、あると思う。まあでも同期いない寂しさは確かにあるかもね。うん、でもその代わり仕事で会うの多いよね。18期さんやっぱ全員売れてるからさ。確かにね。ね、なんか変なこと言っちゃったよ。え、変なこと言っちゃったな。そうだよ、かまってちゃんで気持ち悪い。自分と居場所ないんです、後輩がドドドしてて、やってる、おはようってやってる、お菓子あるよって配り歩いてる。マジでも現れるよ、後輩とかに。田辺さん居場所ないらしいよやばいよ、失礼なこと言っちゃってる。失礼じゃないけど、じゃあおもろい、うん、ちょっとカットで。どこ使えばいいんだこの動画じゃ。いや、ここは使ってない。いや、皆さんもね、居場所は自分で見つけてください。さよなら。さよなら。消してよ。消してよ。どうすんだよ、お風呂先。てめえが入れや。だって昨日も私から入った。当たり、自分の家なんだから当たり前でしょ。毎回毎回。やだよ、私。毎回毎回だって今日で終わりだよ。なんで風呂、今日で最後。うん、だって明日大分だもん。で、次の日は大分で。大分で帰ってきて、私夜中の生放送あって朝帰るから。朝自分家で入る。いいよ、入っていきなよ。やだ、自分家の風呂の方が気持ちいいもん。なんでだよ。だって私その日休みなんだもん、次の日、30日。いいよ、うちで入って。いいよ、自分家でゆっくり湯船ためんだから。湯船ためんのあんた。え、あ、30日ちょっとためてみようかな。それ楽しみにしてるからさ。しかも朝風呂でためんで。楽しくね。泡風呂にしようかな。あ、入んな。早くね。じゃあね。ああ、立つのだるいよ。だるいよ。